どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は今集中講座ということで1年間に18万マイル貯める方法ということでいろいろ紹介させていただいておりますけれども、今回は番外編です。年間18万マイル貯める方法で、基本的にクレジット系の決済はですね必要ありませんよって言っております。ですが、まあクレジットカード決済でも ANA マイルを貯めたいという方はですねいると思うんですね。私もそうなんですよね。結局 ANA マイルを、リクマイラーとして貯め始めて、まあ、最終的に、クレジット決済で貯まるマイル、まあ微々たるものなんですけども、まあ、そちらもねマイルの補填という形で貯めていきたいなと思って、結局クレジットカード決済も入れて ANA マイルを貯めております。で、今回はですねクレジットカード決済合わせて ANA マイルを貯めたい方は必見ということで、 ANA マイルがね貯まるクレジットカードを紹介していきたいと思います。で、今回この動画を見ると ANA マイルを貯める上でおすすめのクレジットカードが分かります。まあ、今回は番外編となっております。年会費無料で選ぶクレジットカード、年会費有料で選ぶクレジットカード、おすすめのクレジットカードはということでやっていきたいと思います。で、私はですねリクマイラー2年生、正確には3年目なんですけども、1年目は活動しておりますがおりませんでしたので、まあ、実際2年目ということになってます。今現在14万6千マイルで、先日7千マイル増えてましたので15万マイルぐらいですかね、保有となっております。昨年動画にもしておりますが SFC 修行で保有の ANA マイル、その時で20万マイルぐらいかな、あったんですけども、全部ね SFC 修行費用で ANA 使いコインに変えてしまったので、まあ、今現在はねこのぐらいのマイル数となっております。で、年会費無料のクレジットカード、EC ナミプラスクレジットカード還元率 1.1%、年会費初年度無料、2年目以降は年1回の利用で無料ということで、まあ、こちらのクレジットカードね私も持っております。で、ですね EC ナビっていう、ポイントサイトありますよね。先日紹介させていただいた動画でも紹介していただいたさせていただいたポイントサイトの人 EC ナビっていうポイントサイトがあります。そちらが、ビザとね共同で、ビザ JCB と共同で作っている、クレジットカードとなっておりまして、まあ、たまったポイントは、ポイント交換という形で EC ナビ、EC ナビのポイントにね交換することができますので、まあ、そのままね、ポイントルート、ポイントをですね、ラインルートで ANA マイルに交換することが可能でおります。で、還元率は 1.1% ですので、100円の決済で、1.1 マイル貯まるという計算になっております。で、2つ目ですね、JCB カードゴールド還元率 1%、 年会費は無料です。で、残念ながら無料なんですけども、こちら39歳までの限定のクレジットカードとなっておりますので、ご注意ください。次に年会費有料のクレジットカードです。上は ANA ビザワイドゴールドカード、年会費14,000円。こちらですね年会費の割引制度があります。また別の動画にさせていただこうと思っているんですけども、マイペースリボという、リボ払いですね、リボ払いを利用、あとウェブの、請求書を利用ということで最大でね1万円ぐらいまで下がるはずですね。はい、ですので、そちらを利用すればね1万円ぐらいまで年会費が下がります。で、こちら最大還元率 1.648% ということで、100円の決済で、1.648 マイルが貯まる計算になっております。まあ、この最大で 1.6% ですので、こちらね年間の、ね、利用金額によってこの付与のマイル数が変わりますので、まあ、そちらもねまた別の動画にさせていただきたいと思いますけども、年会費有料のクレジットカードでここまで、還元率が高いので、ね、ANA ワイドゴールドだと思っておりますので紹介させていただきました。
で2番目ですね、 SPG アメックスクレジットカード年会費31,000円、こちらに関しては年会費の割引制度はありません。しかしですね、還元率 1.25%、 100円の決済で 1.25 マイルが貯まるというクレジットカードです。まあ、こちらの SPG アメックスクレジットカードは別に単独の動画にもさせていただいておりますけども、こちらは ANA マイルを貯めるというクレジットカードという意味でもとてもおすすめです。まあ、なぜかというと、まあ、1.25 マイルが100円で貯まるということもそうなんですけども、まあ、こちら ANA マイルを貯めるという意味での動画で、まあ、今回撮影させていただきます、いただいておりますけども、アメックスっていうのは基本的に ANA マイルに交換する、まあ、その他もそうなんですけども、プロパーと呼ばれているアメックスグリーン、ゴールド等々ですね、 ANA マイル等に交換する場合手数料がかかるんですね。年間4,000円だったかな、そのぐらいかかるんですね。この SPG アメックスクレジットカードに関してはその手数料がかかりません。さらに 1.25 マイル、100円で 1.25 マイルということですので、こちらも、ね、還元率が高い。まあ、さらに SPG のこのアメックスクレジットカードの付帯特典であるホテルの上級会員、まあ、詳しくはですね、そちらの動画を見ていただきたいんだけども、そういう付帯特典もありますので、まあ、私としてはこちら上下両方とも私持っているんですけども、メインカードは SPG アメックスで切っております。しかし残念ながらアメックスはですね、未だに使えないところがあったりですとか、税金、公共料金、携帯代、まあ細かくはいろいろあるんですけども、ポイントはね、なんですか、半減したりとかポイントがつかないっていう項目がアメックスの場合ありまして、まあ、そういうものはビザの上の ANA ワイルドゴールドカードで切っているという感じですかね。まあ基本的にアメックスとビザ両方持って利用しているっていう感じですね。まあ、そういう方も結構マイラーの方で多いんではないでしょうかね。で最終的におすすめのクレジットカードはということで、私はもうリクマイラー2年、実質3、正確には3年目、実質2年目ですので、まあ、ANA マイルはね結構貯め始めて結構期間が経っておりますので、まあその有料の、年会費有料のクレジットカードを持っていても、まあSFC 修行をしたということで、ANA スーパーフライヤーズカードにも ANA ワイルドゴールドカードがなっておりますので、そういう意味ではいいと思うんですけども、まあ、これから ANA マイルを貯め始めるよという方は EC ナビのクレジットカードが一番いいと思います。メインカードとして 1.1%、 しかも、利用していればね、年会費も無料で利用することができます。で私もですね、リクマイラーになった一番最初はもうちょっとなくなってしまったんですけども、年1回ね利用すれば年会費無料になるエクストリームカードというものを利用していました。まあ、最初はねこういうのでいいんじゃないかなと思います。正直 ANA マイルを貯めようと思って結局ポイントサイトの運用、クレジットカードの決済、まあ、入れて貯めようという場合に、まあ、ANA マイルを貯め始めてモチベーション的にですね、ちゃんと ANA マイルを使った特典航空券になって、まあ、飛行機に乗るっていうのに、まあ、モチベーションとしてそこまで持てばねもちろんいいんですけども、まあ、人それぞれね価値観というものがありますので、まあ、途中で飽きちゃったりとか、まあ、途中で嫌になっちゃったりっていうのも、まあ、あるかと思うんですね。めんどくさくなったりみたいな、そういうのも絶対あると思いますので、ひとまずね年会費有料のクレジットカードは ANA マイルが貯まり始めてから、もしくは一度特典航空券に変えて、まあ、これからもね ANA マイルを貯めたいっていう気持ちになった時にね、有料のクレジ
有料ねクレジットカードを発行してみてはいかがでしょうか。まあ、今回はねこんな感じで終わりたいと思いますけども、もし役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。